第四代ノーサンバランド博ヘンリー・パーシーは、15世紀、イングランドの貴族。バラ戦争期には、父がランカスター派だったためにヨーク派に捕らえられるが、エドワード4世の知性にヨーク派に忠誠を誓い、さらに、チューダー朝成立後は、チューダー朝のために活動した。父の重慶帝姉妹には、エドワード4世、ブルゴーニュコー妃マーガレット、クラレンスコー、ジョージ、リチャード3世といった。 ヨーク派の主導者が多数いたが、父はランカスター派に忠誠を誓っていた。パーシー自身の代になると、エリザベス・オブ・ヨーク、エドワード・ゴセイ、リチャード・オブ・シュルーズベリー、リール・フク・ハク、アーサー、マーガレット・ポール、ウォリック・ハク、エドワード、エドワード・オブ・ミドル・ハムラのヨーク長の王位に近い、面々が、またいとこ姉妹となる。彼は、父と道を違えて、パーシー家で唯一ヨーク派に組みすることになる。 ちなみに、王族ではないが、バッキンガム公ヘンリー・スタフォードともまたいとこにあたり、1490年に、スタフォードの息子エドワードとパーシーの娘エレノアが結婚している。ただし、スタフォードとパーシーはすでに死亡している。1449年頃、パーシーは、第3代ノーサンバランド博ヘンリー・パーシーとエレノア、ポイニングズとの間に生まれた。 父はその血がヨーク派に近いのとは裏腹に、祖父ヘンリー・パーシー以来のネビル家との確執から、ランカスター派に忠誠を誓っていた。だが、祖父が1455年にセント・オルバーンズの戦いで、父が1461年3月29日のタウトンの戦いで戦死すると、ノーサン・バランド伯爵の爵位は勝者であるヨーク派によって消滅させられ、この時10代のパーシーは、 ロンドン刑務所に投獄された。1465年、ランカスター派総統で功績を認められたジョン・レビルが、ノーサンバランド伯に劣せられたが、パーシーはヨーク派のエドワード4世に忠誠を誓って、1469年に釈放された。パーシーはエドワード4世に、先祖伝来のノーサンバランド伯釈くらいと、伯釈領の返還を請願した。 これがエドワード4世に認められたことで、ジョン・ネビルは、ノーサン・バランド伯爵位を返還しなければならなくなり、代わりに1470年に、モンター・牛校に列せられた。だが、パーシーへの所領の返還は、イングランド議会によって1473年まで延期された。その後の12年間、パーシーは、パーシー家が代々務めた北イングランドの養殖を、歴任した。 1485年8月22日のボズワースの戦いでパーシーはヨークハウヨクの予備軍を指揮していたが戦況を見つつも決して自軍を参戦させようとはしなかった。この時の彼の消極的な行動がリチャード3世の敗死の大きな要因となった。歴史家の中にはこの行動をヘンリー7世に味方した反逆とする見方もあるが、 リチャード3世が廃止した時のパーシーの右翼軍は、リチャード3世の本人の後ろに退陣していたため、戦闘に参加できなかったという説もある。もっとも、仮に反逆だったとしても、ヘンリー7世は、その意図を知らないか感謝もしていなかったらしく、パーシーは、ウエストモーランド博、ラルフ・ネビル、トマス・ハワードと共に逮捕された。パーシーは、 数ヶ月間収監されて、ヘンリー7世に忠誠を誓った。王権の安定を優先させたい。ヘンリー7世は、パーシーを好条件で解放した。1489年4月、パーシーは、ヨークシャーにある所領に住んでいた。当時、ヘンリー7世は、フランスのシャルル8世に対抗するために、ブルターニュジョコアンルと同盟しており、軍備調達のために税が高騰していた。 この高い課税に抗議して、ヨークシャーのジョニー・イグリモンと卿は暴動を先導し、目をつけられたパーシーは4月28日、ボートによって殺害された。ヨークシャーはもともとヨーク派の拠点であり、リチャード3世の支持が根強かったので、おそらくパーシーは、リチャードの敵討ちで殺されたのだろう。パーシーは1473年から1476年の間に、モードハーバートと結婚していた。 彼女は、ペンブルック博、ウィリアム・ハーバートとその妻アンデベローの娘であった。彼らには8人の子供がいた。ありがとうございます。